セクハラがあった。保衛職は自衛隊にいた女性に謝った。陸上自衛隊にいた五ノ井里奈さんは今年8月、福島県の部隊でセクハラをされたため、調べてほしいと保衛省に言いました。保衛省は約100人に話を聞いて調べました。その結果、この部隊では毎日のように女性の隊員が性的なことを言われたり、体を触られたりしていたことが分かりました。五ノ井さんは訓練などの時に体を触られたり、体を押して倒されたりしていました。セクハラの話を聞いた隊員は上司に伝えていませんでした。保衛省は29日、五ノ井さんに謝りました。そしてこれからセクハラをした人などについてもっと調べると言っています。五ノ井さんはセクハラをした人たちも私に謝ってほしいです。もうこんなことが起こらないようにしてほしいですと話しました。